この時間はリバプール対パリサンジェルマン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はリバプールのホームアンフィールド。ゴール裏のコップスタンドはすでにサポーターによって赤く染められています。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。リバプール対パリサンジェルマン、まずはこのゲームの入り方ですよね。立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出て、シュート！いや、北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、ファインセーブですよね。よく取りましたね。これパリサンジェルマン、嵐のようなカウンター、なんとかしのぎました。これはコーナーキックです。さあ、ファーストハーフ、最初のコーナーキックになります。パリサンジェルマン。来た！いやー、ダイレクトでのシュートでした。うまくミートして威力のあるシュートだったんですけどもね。惜しかったですね。このボールに触ります。裏へ届くか。今日は立ち上がり両チームとも小気味良いテンポで試合を進めている印象です。立ち上がりから両チームともフィニッシュまでの形はできてますよね。点の取り合いを期待したいところですね。裏のスペースへ低い弾道、来た、先制、パリ・サンジェルマン、リバプール相手に先制点をもぎ取ります。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか。いや、もらい方良かったですよね。しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。さあ、パリ・サンジェルマン、立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたしね。このまま流れに乗ればいいですけどね。しかしいい時間帯ですよね。相手の出方がどう来るか注目ですね。いや、展開早くなってましたね。シュート、詰めてきた、決まった、追加点、パリ・サンジェルマン連続ゴール。ネイマール、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。おそらくセカンドボールを予想してのポジショニングでしたよね。落ち着いていい位置に詰めてましたよね。さあ、パリ・サンジェルマン得点を重ね2対0という展開、立て続けですからね。やってきてると言えるんじゃないでしょうかね。リバプールとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね。古澤、スルーパス、収まった、フリーだ。さあ、もうあとは決めるだけ。いや、追加点、パリ・サンジェルマン、この短時間で追加点。ドラクスラーがこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちりと予想したポジショニングを取って、落ち着いて枠に流し込んだいいゴールですよね。さあ、パリ・サンジェルマン3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びの今日はなりました。
いや、このチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が融合的で選手間の意思疎通が取れているなと思いますけどもね。スルーパスを出す。さあ、カウンターのチャンスになります。ブラペックからのスルーパスをカットしました。裏へのスルーパス、いいボールですね。カウンターを仕掛けます。ブラッペからファン頭だ。追加点、パリサンジェルマン怒涛の追加点。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。いや、綺麗なカウンターでしたよね。パリ相手は分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。ネイマール、今日2点目のゴールです。さあ、パリサンジェルマン現在圧倒的な強さを見せています。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。危ない。サディオマネからクロスボール、そのままキーパーが抑えました。この柔らかいパス、おっと、これはなかなかこじ開けられない。ここはつながりません。さあ、つながるか。スルーパスを出す。ふわっと裏を狙う。いいとこありますよ。サラエのボール、低いクロス、スペースへ出す。さあ、カウンタースピードを上げたいところ、裏を狙っていきます。さあ、どこに、シュート、枠に当たる。枠を捉えられませんでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。スルーパスと、これはつながりません。スルーパスを出す。さあ、ここでカウンター。ディマリアからのヘッド、クロスから頭で合わせましたが及びません。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。積極果敢な攻めが印象に残ります。パリサンジェルマン大きくリードして前半を終えています。抑えたというよりもね、はい、攻め続けたことによって相手側にチャンスが生まれなかったんでしょうね。この好調がね、後半も長く続くかですよね。なるほど。リバプール対パリサンジェルマン、パリサンジェルマンが大量リードで後半を迎えます。さあ、後半スタート。古澤、ここも固い守りでボールを奪います。パリサンジェルマン、いいボールだ。さあ、カウンターを仕掛けます。
ボールが上がる、出ていく、アリサンデルマン追加点。今日は止まりません。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。今日2点目です。さあシュート、いやこれはよく止めました。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。好セーブを見せました。中に入れる、シュート、来た、追加点、アリサンデルマン。さらにさらに点差を離していきます。相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してたイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応を遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。カバーに左にされます。奪ってから鋭い攻撃ですよね、うん、ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思を感じられますよね。リバプール、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。サラーからアーチのようなパス、いいボールですね。素晴らしいシュート、絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。この場面でスーパーセーブです。まとめてきた、リバプール。アレオラが弾いたボールを正確に押し込みました。これはセカンドボール狙ってたんでしょうね。ハンブルを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。さあリバプール一矢報います。サディオマネ、サラーへのボール、サラーからサディオマネ、柔らかいボール、リバプールボールです。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。パリ・サンジェルマンとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。リバプールからこのフィードパス、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。ムニエ、ロングフィードで狙う、フリーだ、どうだクロス、中揃ってたんですけどもね。アンドリュー・ロバートソン、おっとルーズボール、さあ一気にカウンター、バビーニョ、ここはドリブルで上がる、緩いボール、古澤から長いボール縦へ、裏を狙っていきます、ネイマールからドラクスラー、
ドリブルですね。上げてくる。サラーが受ける。これはオフサイドです。飛び出しがちょっと早かったようです。サラーギリギリのところでしたけどね。大きく縦へ。このボールはカットされます。裏のスペースへ。ディマリアからムバッペ。ふわっとしたボール。リバプール、これは奪い返します。カウンターを仕掛けていきます。通るのかこのパス。スルーパスを出す。裏へ抜けた。さあフリーのシュート。決めた。リバプール、今のはあっという間に決まってしまいましたね。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているので非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからね。さあリバプール、チームとしての意地を見せます。サラーが受ける。こぼれてる。カット。クロスを上げる。よくカバーしましたよ。サディオマネ、これはうまいラインコントロールでした。この位置でオフサイドかかるわけですから相当コンパクトですよね。パリサンジェルマンはベンチに動きがあります。キーパーからのロングフィード。ディマリアからネイマール。ダイク。シャキリ。さあここでカウンター。スペース出ましたね。チャンス抜けた。渡ります。抜けてくる。抜けるか。シュート。来た。リバプール。攻守が入れ替わってからの一連の流れ見事でしたね。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。リバプール。そしてここで最後の笛。6-3、パリ・サンジェルマン大差で勝ちました。さあ北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。パリ・サンジェルマンとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあお別れの時間が迫ってまいりました。今日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。
スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。この時間は DM ブラックホワイト対パリサンジェルマン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。この時間は DM ブラックホワイト対パリサンジェルマン、こちらをご覧いただきます。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。 DM ブラックホワイト対パリサンジェルマン、この両チームはスピードと連携をそれぞれ兼ね備えた強豪同士、素晴らしいマッチを期待しましょう。今日のゲームは世界でも熱い注目を集めてますよね。こういった両チームベンチもクリスティアノ・ロナウド、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですがこれは決まりません。いや今ギリギリの勝負でしたけどもね、長いパスによく反応しましたよね。ネイマールに渡る、この柔らかいパス、チャンスになる、シュート、パリ・サンジェルマン。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことが、このゴールにつながったと思いますね。さあ PM ブラックホワイト、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので集中しなければいけないですよね。フォローいいですね。ラビオ、少しルーズになる、マテュイディ、裏へ届くか、いいボール入りますよ。わずかに届きません。これはちょっとコントロールできませんでした。ハット、フリーシュート、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね、はい、攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。マテュイディ、裏を狙っていきます。遠いボールでしょ、ムバッペへのボール、これいいでしょ、ムバッペが中央へ折り返す、サイドチェンジした形、ヘディラ、キーパー前へ蹴り出します。さあつながるか、抜けてくる、裏のスペースへ、 PK ですか、どっちになる、やってしまいましたね。ここで同点にして流れを取り戻したい、きっちり決めなければいけませんね。PK を外すというのは試合の流れが変化するきっかけになったりするんですよね。スルーパスを出す、自分で行く、絶好の位置、シュート、裏へのスルーパス、危ない、さあどうする、はい、開いた、抜けてくる、クロス、倒されます。これはペナルティーエリア内、いや、やってしまいましたね。パリ・サンジェルマン PK のチャンスを得ます。ここを決めるとまた差を広げます。いやでもね、相手にとっては辛い状況ですよ。決まった、追加点、パリ・サンジェルマン。ここは確実に決めてきました。やはりここはきっちりと決めてきましたね。カバーニ、今日2点目です。
さあパリサンジェルマン得点を重ね2対0という展開。パリサンジェルマンとしては 2-0 リードは大きいですよね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。カバーにからネイマール、さあ仕掛けるか、ラビオ柔らかいボール、コーナーキックになります。このファーストハーフ最初のコーナーキックはパリサンジェルマン。もう一度コーナーキック、パリサンジェルマン2本目のコーナー、出ていく、さあもう一度来た、セーブ、おっとやってしまいました。これは珍しいシーンです。オンゴールで1点献上、痛恨のシーンです。どうしたんですかね。シュート、フレットを詰めている、あと2点というところまで来ました。アレオラがこう弾いたボールを正確に押し込みました。おそらくセカンドボールを予想してのポジショニングでしたよね。落ち着いていい位置に詰めてましたよね。さあ PM ブラックホワイト2点差に詰め寄りました。長いボール縦へ、チャレンジはしません、後ろに流す。エディラックからサイドのスペースへ、一人で上がっていく、ここで丁寧にボールを扱う、ドウグラスコスタからボールが上がる、中央、おっと、裏のスペースを狙う、抜けた、クルザワスペースへ出す、シュート、これはわずかに左でした。 DM ブラックホワイト、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ここは先に触ります、パリサンジェルマン、いい反応でしたね、北澤さん。いやいい反応ですよね、ファインセーブですよね。これはこのピンチよく防ぎました。パリサンジェルマンは3本目のコーナーキック、DM ブラックホワイト、先ほどからクロスを入れるシーンが多いですね。そうですね、サイドに渡ったらもう中は結構準備してますよね。はい、まあクロスを印象付けると、サイドにボールが渡った時に中央のディフェンダーを釣ってこれますからね。中は中で人数が増えますから、相手に的を絞らせないメリットがありますよね。いやーまさに、キーパーから前線へ、左サイド上がっていく、緩いボール、打った。シュート、いやー一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。いやシュートの前のパスなんですけどもね、ディフェンダーにとって嫌な位置にボールを落とす、クレバーなプレーだったと思いますね。 DM ブラックホワイト、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。マトゥイディ、クリスティアーノ・ロナウド、これをカットします。ディマリア、ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。パリサンジェルマンとしては一人抜けた穴を全員でカバーしながら、うまく試合をコントロールしてました。はい、チーム力ってこういうところにも現れるんですよ ね。 そうですね、後半もこの調子でしっかりと連携を取っていけば、勝利を呼び込めると思うので頑張ってほしいですね。はい、 DM ブラックホワイト対パリサンジェルマン、パリサンジェルマンが3対1と2点リードして後半を迎えます。
後半です。ディマリア、スルーパス、ネイマール、いや追加点、パリサンジェルマン3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。これは鮮やかなシュートが決まりましたね。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。そうですね、ここからこういう風にシュートを打ったら入るっていう、自信たっぷりのシュートだったと思うんですよね、はい、イメージ通りじゃないでしょうかね。さあ、おっと来た、1対1、前が来ましたよ。ドウグラスコスタ、ドウグラスコスタ、ドリブルうまいですよね。そうですね、局面なんか一人で打開できますからね。チアゴシウバ、ディマリアへスルーパスを出す、裏へ抜けた、これはつながりませんでした。ディバラ、マトゥイディ、裏へのスルーパス、いいとこ入りますよ。シュート、さあカウンターのチャンスになります。カウンターを仕掛けます。ふわっとしたボール、ルーズボールからクアドラード、クアドラードからクリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドからディバラ、このスルーパスは通りません。ロングフィードで狙う、裏のスペースへ、ムバッペへのボール、いい展開ですね。フリーだ、シュート、パリ・サンジェルマン追加点、さらにさらに点差を離していきます。いや、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決め切るところがまた素晴らしいですよね。ネイマール、今日2点目のゴールです。さあパリ・サンジェルマン、このゲームの主導権を完全に抑えています。ケディラが、これはファールを取られました。今のファールでイエローカードをもらっています。ディマリア、スルーパス、クルザワからドラクスラー、ルーズになる、さあ追いつけるか、どうだ、このボールはつながりません。スペースへ出す、いいボールでしょ。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。パリ・サンジェルマンとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。ネイマールからカバーニ、防いだ、これはよく止めました。ここで見せてくれました。パリ・サンジェルマンは4本目のコーナーキックです。シュート、少し抑えが足りなかったでしょうか。これは枠を超えます。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。ドラクスラー、今のチャンスはものにすることができませんでした。ボール入りましたよ。アレオラ、ここは対応します。ディバラ、ケディラ、さあ一人で持っていく、ポールのこのパス、ネイマールに渡る、抜けてきますね。これはどっちだ、いやでも危ない場所ですよ、ここは
これは狙える距離でしょう。まあ当然キックはいいですからね、チャンスですよね。ここは直接パリ・サンジェルマン5本目のコーナーキック。 PM ブラックホワイト、まだコーナーキックがありません。ルーズボール、中央へ。パリ・サンジェルマンは今日6本目のコーナー、ちょっと伸びてしまいました。 DM ブラックホワイト、先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどもね、はい、あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですかね、大きくクリアするか味方につなげる意識を持つかが重要になってきますよね。その差が大きいんでしょうね。そうなんですよね。さあカウンタースピードを上げたいところ、これはファールではなかったようです。ルーズになります。アレックス・サンドロ、ふわっと裏を狙う。スルーパス、チャンス抜けた、これは来た、打てますよ。あっと倒された、 PK です。ここで PK、 足いっちゃいましたね。パリ・サンジェルマン、ペナルティーキックを与えています。ここは決めていきたい。決めた。冷静に押し込みました。しっかり落ち着いて決めましたね。さあ PM ブラックホワイト、チームとしての意地を見せます。ムニエ、ムバッペ、ここは通しません。ドラクスラ、アリサンジェルマ、ここでファールをもらいます。サイドへ、古澤からこのフィードパス、ここで受けて、ちょっとルーズになる。マトゥイディからアーチのようなパスと、これはつながりません。ディマリア、ヘディラ奪います。ディマリアが倒されます。ヘディラ、今のファウルで2枚目が出てしまいました。退場です。アレックス・サンドロ、試合終了、5対2、パリ・サンジェルマン大勝を収めました。さて北澤さん、試合の総括をお願いします。パリ・サンジェルマンとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとう。